ちは。このチャンネルでは仙台周辺のこれまでの移り変わりをストリートビューを交えながら紹介していくのだ。今回からこのチャンネルをパワーアップ、新人を迎えて2人でお送りするのだ。では自己紹介よろしくなのだ。はじめまして、私は四国メタン、ずんだもんと一緒に仙台について紹介できるのが楽しみだわ。僕も楽しみなのだ。では早速今回のトピックを紹介するのだ。今回は仙台市の廃墟5選をお届けするわ。使われなくなった時からまるで時が止まっているかのような、その独特な雰囲気で人々を魅了する廃墟。駅前の元桜の百貨店をはじめ仙台にも廃墟が多数あるが、今回はそこから5箇所厳選してお届けするのだ。1箇所目、小島愛宕橋店。小島は栃木県宇都宮市に本社を構える大手家電量販店。2012年からビッグカメラの子会社になったのよね。なのだ。現在は小島ビッグカメラとして営業しており、仙台市内には泉中央店があるのだ。そしてその元愛宕橋店は2007年に閉店し、その建物が現在も存在しているのだ。場所はここ286号線の小江寺交差点近くよ。家電チェーンアートがそのまま廃墟化するのは珍しいことらしいのだ。この立地なら他のお店はじめ活用方法がいろいろありそうだけれど、当時はそうはいかなかったのかしらね。もし何か情報を知っている方がいればコメントで教えてほしいのだ。2カ所目、ホテルオーク仙台。ホテルオーク仙台は綾瀬近くの芋沢、広瀬川沿いにある元ホテルなのだ。1970年前半に開業したとみられ、2000年頃に閉業したのだ。名称庵という建物の近くにあり、そこから奥の道を行くとたどり着くのだが、近くの柿崎橋の上からも建物を見ることができるのだ。建物の4階に入り口があり、そこからエレベーターで降りて浴室や客室に向かっていたそうよ。またこの立地から広瀬川とともに梅や紅葉などの綺麗な景色が望めたそうよ。一度泊まってみたかったわね。2019年時点で機械警備により管理されているようなのだが、建物自体はかなり朽ちた状態なのだ。ほとんど自然に飲まれてしまっている感じが、廃墟マニアにとってはたまらないものがあるわね。3カ所目、青葉山橋。青葉山橋は東北自動車道上にかかる二世古道橋なのだ。場所はここ仙台宮城インターチェンジから福島、東京方面に進んですぐのところなのだ。高速をまたぐ立派な橋だけど、どこにもつながらず、ただそこに橋があるだけという状態なのよ。どうしてこんなものがあるのかしら。仙台では都心と郊外や新たに開発された住宅街を結ぶため、多数の都市計画道路が計画されたのだ。当チャンネルで取り上げた幻のモノレールもその都市計画道路と一緒に計画されたのよね。そしてその中で長町折立線という道路が計画されていたのだ。そのルートは当時建設中だった東北自動車道をまたぐものだったため、その交差部分をいち早く作ることになったのだ。それがこの青葉山橋なのだ。高速が開通した後だと工事が大変になるものね。そして1975年、東北自動車道は青葉山橋とともに泉インターチェンジまで開通。ところがその後長町折立線のルートが変更されたのだ。名称も長町八木山線と改められ、青葉山橋はこのルートから外されたのだ。それでどこにもつながらない橋が誕生したわけね。特に片側はトンネルを掘る計画だったので、このように完全に孤立した状態になったのだ。建設から40年近く経った2015年頃に補修工事が行われていたそうよ。西道路を抜けてインターチェンジをそれる横道を行くと見に行くことができるわ。
四箇所目、天狗茶屋。天狗茶屋は大倉ダム付近に位置する木造平屋2階建ての元茶屋なのだ。その大元は慶応2年創業の大倉天狗茶屋というもので、ダムができる前の大倉川に架かっていた天狗橋の西爪にあったそうなのだ。西暦にして1866年、150年以上前の創業なのね。当時から桂清水を利用して作ったところてんの販売をしていたそうなのだ。桂清水とは、桂の木によって地下から吸い上げられた水がその根元から湧き出る湧き水のことよ。4代目まで引き継がれて店は繁盛していたそうだが、1959年の大倉ダム建設によって桂清水が水没したため、店舗を現在の位置に移転したのだ。現在の天狗茶屋は少なくとも2011年時点では閉業しているのだ。ここの特徴はガラス戸に貼られた貼り紙なのだ。私は行政に翻弄され殺されましたと書いてあるわね。はっきりと判別できるのはこれくらいだが、他にもたくさんの貼り紙があるため、心霊的な噂が立ったこともあるのだ。でもダム建設に絡んだ歴史を聞くと、心霊というよりそのあたりと関係してきそうよね。この貼り紙については、意図が何なのか、そもそも誰が貼ったのかもわからなかったのだ。これについても知っていることがあればコメントに書いてほしいわ。最後5箇所目、桜の百花天仙台店。ここはやっぱり紹介しておかないとよね。桜の百花天仙台店は仙台駅西口で営業していた百貨店なのだ。駅前一等地に立つ仙台を代表する百貨店として営業していたが、2017年2月に突然閉店し、世間を騒がせたのだ。とても衝撃的なニュースだったわね。一体何があったのかしら。桜の百貨天仙台店はもともと丸光という名前で、1946年に駅前で創業し、1953年に百貨店として営業を開始したのだ。当時仙台駅前で初の商業施設として急成長、東北各県への支店展開も行ったのだ。特に丸光は戦後東北で初めて屋上に広告ネオンを設置して話題になったり、エスカレーターや海の見える展望台の設置など東北初の施設をたくさん設置したのだ。当時としては最先端の設備をたくさん備えて、他の老舗とは一線を置こうとしたのね。70年代以降から競争の激化による経営体制や運営会社の転換などにより、その名前がダックシティやビブレと変更されていき、2000年代に入って初めて桜の百貨店という名前になるのだ。ちなみにビブレは今でも横浜をはじめ全国各地で営業してるわよ。しかしその後のリーマンショックやパルコの開業やエスパルの拡張による競争の激化により、その経営状態は次第に悪化。そこに不動産絡みのトラブルがあり、2017年に閉店したのだ。桜の百貨店の歴史については次の動画で詳しく解説するわよ。そしてここはもう再開発が決まってるみたい。そう遠くないうちに見れなくなってしまいそうだわ。そこについても次の動画で詳しく解説するのだ。以上、仙台の廃墟御仙だったのだ。廃墟はその見た目だけじゃなく、それぞれに歴史があるから魅力満載なのよね。他にも仙台および仙台周辺に廃墟があるから、ぜひ調べてみてほしいわ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになるのだ。次の動画もまた見てちょうだいね。